るべくいいウニですね。ウニ、ウニ、あれ、こっちとこっち、どっちがいいウニだろう。ナノマスター、こちらの方がいいウニですよ。あ、ありがとう。一瞬で見抜くなんてさすがドラゴンさん。当然です、材料の扱いには慣れてますからね。で、はい師匠、こちらがいいウニになります。うむ、ご苦労。ところでルルアちゃん、いいウニの見分け方ちゃんと分かってる？そうですね、こうウニーとしてるのがいいウニです。ジムドラゴン、教えてあげてちょうだい。はい、マスター。質のいいウニを見分ける方法は棘の硬度です。いいウニほど棘が硬く鋭く尖っています。なのでウニを見分けるには棘に注目するべきです。知らなかった。お、ドラゴンさんってやっぱりすごいんだな。当然です、仕事ですから。あれ、今ドラゴンさんちょっとドヤってした？ねえ、今ドラゴンさんドヤってしたよね。気のせいでは。いや、絶対したって珍しい。ねえ、もう一回してみて。すごい、天才、かっこいい。錬金術師の中の錬金術師、男前。いや、褒められても別に。どうして？お願い、ね、お願い。お願いと言われましても。ジムドラゴンもルルアちゃんには肩なしね。まあ確かにルルアちゃんに会ってからどことなく感情豊かになった気がするし。うんうん、いい傾向かしらね。最高、グレート、超天才、マスター、助けてください、マスター。ナノマスターを、ナノマスターを止め、マスター。よし、出かけよう。ナノマスター、そろそろお昼ですね。どうなさいますか？何をお求めでしょう？これでよろしいでしょうか？ありがとうございます。
これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ナノマスター、お気をつけて。